人気声優の堀江由衣さんが2019年7月10日に発売する約4年半ぶりとなる10枚目のアルバム「文学少女」の歌集から「朝顔」のミュージックビデオが解禁された。ミュージックビデオではジャケット写真同様に文学少女の一日を表現、青春時代の1ページを描いた内容となっており、透明感あふれる映像は思わず見入ってしまう仕上がりとなっている。タイトルの文学少女の歌集は、青春時代に誰もが心の中に抱えるモヤモヤした気持ちや純粋な気持ちをうまく言葉にできずに頭の中にメモされていく言葉を紡いだものが文学であり、一曲一曲が短編集のようになってできた歌集と、アルバムには TV アニメ「ドッグ・デイズ・エンディング」主題歌「Stay With Me」や TV アニメ「ケイリター・モズ・キングズ」オープニング主題歌「アシンメトリー」に加え、清志龍玄さん楽曲制作の新曲「春夏秋冬」を含む全12曲が収録される。すべての情報の詳細は公式サイトをチェックしていただきたい。朝顔ミュージックビデオ、商品情報、堀江由衣 10th アルバム「文学少女」の歌集発売日2019年7月10日水曜日、初回限定版、品番キクス 93,805、 価格3,500円、税別使用、外箱写真集付き。通常版青春時代の1ページを描いた内容となっており、透明感あふれる映像は思わず見入ってしまう仕上がりとなっている。タイトルの文学少女の歌集は、青春時代に誰もが心の中に抱えるモヤモヤした気持ちや純粋な気持ちをうまく言葉にできずに頭の中にメモされていく言葉を紡いだものが文学であり、一曲一曲が短編集のようになってできた歌集と、アルバムには TV アニメ「ドッグ・デイズ・エンディング」主題歌「Stay With Me」や TV アニメ「ケイリター・モズ・キングズ」オープニング主題歌「アシンメトリー」に加え、清志龍玄さん楽曲制作の新曲「春夏秋冬」を含む全12曲が収録される。すべての情報の詳細は公式サイトをチェックしていただきたい。朝顔ミュージックビデオ、商品情報、堀江由衣 10th アルバム文学少女の歌集発売日2019年7月10日水曜日、初回限定版、品番キクス 93,805、 価格3,500円、税別使用、外箱写真集付き。通常版、品番キクス 3,800円、 価格3,000円、税別。 CD 収録内容、光の海へ、作詞作曲